にちは、酒好きおやじです。今日は、こちら広島県産八冠錦、酒造公的米ということで日本酒造りに適した、お米だそうです。これを使って、チャーハンを作ってみたいと思います。お米をセットしましたので、炊き上がるまでにですね、材料を切っていきたいと思います。こちらです。ベーコンです。白ネギ、玉ねぎ、卵ですね。これ今から切っていきたいと思います。もう大体でいいです。よし、これもたっぷりあります。どんどんいい米が出来上がるまで待ちましょう。米が出来上がりました。落としましたんで中を開けて見てみましょう。上手に開けましたかな。香りもいい香りがしますね。いただいていきたいと思います。油が温まるまで切ったベーコンと玉ねぎを炒めます。よいしょ。卵を入れます。よっしゃ。はい、八冠錦入れます。よっしゃ、入りました。おー、ベーコンが弾きましたね。ほん、潰していきます。よっしゃ、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 どうでしょう。もう適当ですね。次は味の素ですね。味の素適当ですね。オイスターソース、ちょっと隠し味、ちょっと調味酸化、もうここなんで、これも適当にちょっと入れましょうかね。最後にお湯を、一応盛り付け完了。それでは食べてみたいと思います。いただきます。さあ、お味はどうかな。うん、美味しいですね。うん、うまい、うまい。確かにちょっと粘り気がすごいですね。だけど全然美味しいです。というか、むしろちょっとこの頃パラパラよりかしっとりしたのが好きなんで美味しいです。うん、これは酒造公的米ですけど、食用米というか食用としても全然美味しいです。うん、うん、これはぜひ皆さんも購入していただいてチャーハンを作ってみてください。ごちそうさまでした。とっても美味しかったです。今かなりまだ八冠錦の方が余ってるそうなので、皆さんもぜひ食べてみてください。よろしくお願いいたします。それではまた次回お楽しみに。